皆さんこんにちは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。今日は北海道に伺いまして、アイヌ研究家の的場光晃先生にいろいろお話を聞きながらですね、アイヌ新法が成立した後のこの北海道の状況、あるいはですね、この回ではですね、ウポポイというね、民族共生空間というものがね、なんだか私たちには耳になんか馴染まないような施設ができたんですが、この現状ですね、問題点について、詳しくお話を聞こうと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは早速始めます。で、これはウポポイの館内に一斉送信されたチャンネル桜取材妨害マニュアル、これ内部通報私にありましてですね、全部把握してます。ただしですね、これ教えてくれた人の名前が分かってしまうと大変なことになるんで、要するにこれあれですか、チャンネル桜って私もお世話になって、討論番組よく出ますけど、まあ、チャンネル桜北海道でしょうね、北海道だから。これは取材に来たら妨害来るっていう。水島さんが来てる。水島さんが来た時に、館内で、それをまあなるべく協力しないようにっていう通達かなんかですね。そうです、そうです。そんなことやってんだ。これすごいですよ。よろしくお願いします。まあ、これもう時間まで、8月8日土曜日9時1分です。発送されてます。で、これはですね、まあ、特に責任重大なものについては名前出しました。マーク・ジョー・ウィンチェスター。そうそう。谷内田美桜、それから、田村正人、それがマーク・ジョン・ウェンチスター。もちろんこの幹部3人ですね、館長、副館長、事業課長は当然実名で出しました。中にですね、これちょっとびっくりするかもしれませんけども、この職員の中に、新なんとかとか、ゴンなんとかとか、竜なんとかとか、まあ、あちら方面の方もアイヌの専門家として名を連ねています。こういう状態。これね。いいですか？だんだんすごくなってきますよ。で、このマーク・ジョン・ウィンチェスターですけども、この人はですね、アイアム・しばき隊って言ってね、ツイートしてますね。要するに、しばき隊っていうのは、ネトウヨをしばく。要するに、殴る、蹴る、やってみたいというね、そういう方たちのグループだということを公言してます。それから、加山里香さんと旭川に来たとき、これ写真撮ってますけども、AFMA っていうのはこれ旭川の共産党団体ですね。で、札幌アンティファの人、この脇の人が両方、うん、それから東京からマークさんと旭川空港でアイスクリーム食べましたよって言って、アンティファとつながりがある。アンティファ。これはまずいですよね。まずいですね。もう、アンティファっていうのはもともとドイツで結成された毛沢東、共産党の毛沢東主義を信奉する人たちのグループです。ですからアメリカで今民族差別暴動を起こしている人たちも中国が糸を引いてるっていうことで非常に問題になってますね。いや、あまり報道されないですけどね、これテロ幇助団体としてアメリカで指定されて、もうこれ入ってることが分かると金融取引停止なんですよ。そういうこれはもう公の措置なんでね、アメリカではね、案外これ日本で報道されてない。まあ、こういう人です。で、もちろんこのアンティファについてはアイヌ関係者も関係しているということは小野寺さんが、ちゃんと報告してますね。で、田村市長から本日のチャンネル桜の対応連絡が来ていますが、万が一遭遇してしまった場合、あるいは明日以降の対応として田村市長承認の対応を共有します。また先日マークさんからブリーフィングのあったヘイトスピーチ対応マニュアルを念のため添付いたします。アップデートが間に合っていないところもありますが、3ページ目の対応方法や質問への答え方等再度確認いただけましたら幸いです。ヘイトスピーチって何なんですか。いや、わかんないですよね。誰がヘイトスピーチ言うんですか。チャンネル桜でヘイトスピーチ言う人は聞いたことない。取材に来るだけですからね。で、このだから田村さんとこのマーク・インチェスターさんがどうやらこの対応の中心人物だということがこの文章からわかります。そうですね。で、これがすごいですよ。で、まあ、この最後、要するにですね、
一般職員の人がいるかと尋ねられたときに、私は知りません、私にはちょっと分かりません、私はただの解説員なんで、スタッフのことは分かりません、とうとうと、まあ、知らぬ存ぜぬを通せと。で、この最後、過去愛知トリエンナーレの伝突では、責任のない立場で、アルバイトとか言われてやってるとかということを伝えると、興味を失うという傾向があるようです。詭弁でも知らないふりをするのも手です。このまま書いたんですか。これこのままですよ、あの一斉送信の。これひどいですね。これ要するにね、愛知トリエンナーレの変な連中と仲間ってことじゃないですか。そうですいやーびっくりだなー。これ実は僕ね、先生ね、実は愛知トリエンナーレの本当の震源地を見つけて、瀬戸内海のあの桃島のアートベースの桃島ですよ、あそこに突っ込んだ、あの身軽で突っ込んでると同じ対応されてるんですよ。あらでも共通してるんですね。うん。はあ。で、これのつながりはどこにあるかっていうことを、実はですね、この情報をくれた人が、また私に送信してくれました。こいつとつながり、愛知トリエンナーレとつながりのある人物は、この、文化庁による愛知トリエンナーレ2019、ね、補助金交付取り消しに対する東京芸術大学教員有志の抗議声明、これ82名ですね、この中に人物いますよって言って、これがまた内部情報で私に送ってくれましたね。この私なんか調べるあの手なんかあるわけないからね、だちゃんと送ってくれたっつったら、何かったらこれです。あ、文化庁に、愛知トリエンナーレのこのこれを抗議声明出した中に、この82名の中に八千田美代っていうのがいるんですよ。いましたね。だからこの3人がどうやら今回の対応は主導したと。対話指導っていうけど、何のためにこんなことやってるかってことですよね、この3人がね。もっとすごいですよ。で、この今度は田村市長が一斉送信するわけですよ。でその内容がまたあの面白いですよ。当初ウポポイ職員への取材を申し込んでいましたが、業務多忙を理由に全て断っています、ね。また今回は特に博物館の取材に力を入れるという情報もあります。つきましては、ここ大事ですよ。館長、副館長、部長、事業課長と協議の末、次のような体制を取ることになりました。この3役とですね、4役か、と、協議したんですよ。で、福祉エンタープライズっていうのは、これ、外部の、警備とか、展示室のそういう見回りをしている人たちの外部業者です。この小屋さんとも了承済みとこういう。で、その、次、基本方針、取材には応じないよ。取材に来るっていうのに取材には応じない。で、これ、桜チャンネル、チャンネル桜ですけども、まあ、これそのままです。桜チャンネル取材グループが、もう入るゲートまで決めてます。入園5番ゲートするときに、広報の西条さんに連絡が入る。それを石沢課長が受けて、研究交流室、他に知らせる。私、この研究交流室の部屋の、椅子のあれまで情報を持ってますけど、まあそしてですね、その時点で展示室張り付き要員の研究員、学芸員、AF っていうのはアソシエイトフェロー、ED はエデュケーターです。まあ、全て調査研究室に戻る。代わりに室長2人います。室長以上が反転着用で、展示室監視、福祉エンタープライズ職員のふりをしてですね、どの来館者からの質問にも一切答えないという。いやー、びっくりしましたね。博物館的なね、施設でね、本来はですよ、質問には答えるのが博物館なわけじゃないですか。質問に答えないという打ち合わせをして、もう平然としてる博物館って、一体どこの博物館なんですかね、これ。でも、普通ね、博物館員って質問してあげるとね、すごく喜ぶんですよ。喜びますよね。学芸員だったりするしね。そう。すごく喜んで、とうとうと喋って、もういいやっていう気持ちなんですけど、しかもこれ、室長以上がね、福祉エンタープライズの職員のふりをするというね。いやー、これは詐欺ですよ。詐欺ですよ、ね。しかも税金でね、これ、運営されてる施設ですよ、これ。いやー、これは、これ自体問題しないとまずいですね。ぜひ問題にしてください。いやいや、これはもう問題しますけどね。お願いします。それで3。
以下共有ですが、展示室で資料等について問われた場合、自分はわからないと答え、メールアドレスの明記された紙を渡す、あるいはウポポイの問い合わせフォームで質問してほしいとする。当該グループと一般入場者との区別は首から下げる業務入場者カードで見分けるしかないかもしれませんがと、まあ、この他にちょっと不要な部分は割愛してあります。で、専門家を呼べとなったときは、本日は不在であると回答する。だって専門家が出てるわけでしょ、うん、ですよね。福祉エンタープライズの反転来てね、規制に触れる行動を取ったときは、すぐに警備を打って、規制に触れる行動を取ってるのはお前たちじゃないかって。いや、要するに、自分たちが何をするかを基準に考えてる。僕はそれは水島さんだって、チャンネル桜のスタッフだってよく知ってますよ。仲良くしてるけど、そんなね、無茶する人いないですよ。何を考えてるんだよ。これ、国府ならって入るねえよな。これはね、国府なら、要するに、なんていうんですかね、名前を尋ねるとか、うん、そういう意味らしいですね。ああ、なるほどね。うん、まあ、こういうね、ことを、ヘリチャラでやってるわけです。なんだか、人を騙すための施設っていう印象しか持ってないですね、これ、うん。で、これがね、財団法人日本博物館協会の博物館関係者の行動規範ってなんです。うん、まあ、細かいことはあれですけども、これ、すべてに違反してます、このやったことは。ね、文化の、学術と文化の継承、発展、創造と教育普及を通じ、人類と社会に貢献する、うん、まさにこんなことをね、教育しようとしないんですから、ですね、それから財産である資料および資料に関わる環境の多面的価値を尊重する。何せですね、そのどこで手に入れたかとか、いつ作られたかとか、そういったものの表示も一切なし、設置目的、使命を達成するため、人的、物的、財源的な基盤を確保する、この人的貧困さはどういうことになってるんですか。ですね、まあ、使命に基づく方針として、目標を定めて活動し、目標は自分たちの保身だけですね、これね。そうですね、うん、改善を図るなんて気持ち、全くなし。で、体系的にコレクションを形成し、良好な状態で次世代に引き継ぐったって、何せなんか、1980年代以降のものばかりとかね、誰がどこで作ったものかわからないようなもの。すごいな、1980年代以降のもので博物館できるんですよ。だよね、京都の飾り金具屋から買ったものね、これもうネットで、京都の飾り金具屋さんが得意になって出しちゃったから、それ私たちが拾ってオープンにしたら、今引き出しにしまって隠してあるみたいですけどね。まあ、こんなことをやってるんですよね。で、調査研究に裏付けられた活動によって社会から信頼を得る。まあ、これからね、出しますけども、とてもじゃないけど調査研究に裏付けられた展示ではありません。展示や教育普及を通じ新たな価値を創造する。これ新たな価値って言ったってね、自分たちが信じたい価値ですね。我々のそういう国民の税金を使ってやるような、とてもそんなもんではない。まあ、とこういうふうにして専門的力量の向上に努めるって言ったって、あれですね、蝦夷整形図譜なんかもね、読めばすぐに分かるような嘘が平気で展示されてますね。だから力量ないんですね、きっとね。うん、もちろん倫理も遵守していないという、まあ非常にお粗末な対応ですね。いや、しかしね、今ね、今の力量はないってお話伺ったんですけど、はい、マーク・ウィンチェスターってどんな資格持ってるんですか。わかんない。こういうところって結構私もね、きちっとした人が、例えば高等教育ね、大学の中でね、図書館の師匠になるにしてもね、学芸員になるにしても勉強の講座あるわけですよ。で、講座って単位取って、何がしかのなんか過程を終えたっていうものをね、経歴書に書くわけですよね。うん、マーク・ウィンチェスターはなんかこういう仕事やったことあるんですか。わかんないですね。一体だからなんでこの人たちがね、雇われてるのかさっぱり私には意味がわからない。うん、要するに、自分たちの利権の象徴を守るために、一種のボディーガード部隊としているだけなんじゃないですか。でしょうね。うん、なんか話にならんですね、話にならんですよ、これは。そんなもんに税金から給料払ってるんですよ。そうです。60億ですよ。まあ、許せんね。うん。まあ、次、この第2部いきますか。はい。で、まあ、ウポポイ展示のこのデタラメ、ね、パンフレットから冊子からも、嘘800ですよ。まあ、こんなの見てください。
これアイヌ民族歴史と文化って、これウポポイに置かれてるんですけどもね、まあこれ4月に出たんだけど、ウポポイの宣伝ばっかり、裏表紙はね。で、表はこの実を言うと、これその2年前に出されてるんです、30年にね。ただアイヌの人たちと共にその歴史と文化っていうのが、でこれを民族って書いてる、中身は全く同じです。まあこれはどういう、これはね、この冊子についてはどうかわかんないけど、うん、昔私の姉が道庁にいた時にね、はい、アイヌの印刷物についてはあの毎年こう発注するわけですね、うん、で毎年同じなんですって、うん、だから値段がね、本当は同じ版使うんだから安くなるでしょ、うん、それなのに値段が変わらない、で業者も変わる、でも裏では版を回してる、うん、これはおかしいだろうって言ったけども、うん、まああんまりそんなことを言っちゃいけないという上司からの話で、まあありますね、そういうのはねそういうのがあったよね。これね、表紙変わっただけ、中身同じですよ。でね、なんかひどいですよ、アイヌ文化までとなってね、アイヌ文化につながる薩摩文化とか、うん、でね、アイヌ文化と薩摩文化ってつながらないんですよ ね、 断絶してるんですね。これはもう先生のこちらの本で本当によくわかりますよね、うんうん、だからね、こういう、しかもオホーツク文化もまたアイヌ文化と関連する、うん、関連しないんですよ、断絶してるんです。別々ですよ、別々です、で要するに薩摩文化においてはオホーツク文化が大いに影響して、これが今度混ざり合ってアイヌ文化になったんだっていうんだけど、それはもう全くの嘘ですね。こういうことがヘッチャーで書かれている。これね、北海道の古代集落遺跡群って、これも各博物館に行くと必ず置いてあります、今。これ日本語版で7000部っていうから、おそらく英語版も入れると1万部合計で出てると思うんですが、これにもね、ひどいことが書かれてるんで、このどこで一体これ出してるんだということでですね、調べたんです。だからなかなかね、これこの文化庁補助金事業とかって言って出てるんだけど、なかなか分かんないんですよね、これ。他の地域文化総合推進事業とかってネットで電話調べると、いや、これはここで、別のところに電話してくださいみたいな話でですね、なかなか、拉致が開かない。で、この次ですね、編集発行、北海道文化遺産活用活性化実行委員会っていうの、うん。で、ここに電話したら、いや、私にとこれ、おそらくね、天下りだと思うんです。道庁や、なんかのおじいさんみたいな人がいてね。で、ここも、いや、それは別のところでやってますよっていうような話で、結局ですね、どこが出たかっていうと、北海道教育委員会文化財博物館課の、西脇、綱尾補佐っていうのが出た、うん、でこれにね、ちょっとあまりにもひどいこと書かれてるんじゃないかいと言ったら、そうですか、私はそうは思いません、そうですか、私はそう思いましたとかね、そういう話なんです、うん、それで一旦あなたの他に誰か編集者いないのって言ったら、私一人で書きましたって、こういうね、デタラメ、おそらくこれ1000万円以上の事業だと思うんです ね、 そういうことがアイヌとなると、ヘイチャラで行われてるんですね。要するにもうあれですね、内出の、ね、小槌ですよね、これ。アイヌって名前ですけど、何でもお金が補助金が来る、はい、こういうことをね、やってるんですね。まあ、さっき言いましたように、アイヌのそのオホーツク文化人っていうのはこういう独特のね、母性を持ってます。仮面をかぶった埋葬の方法ですね。仮面を作るっていうのは、うん、アイヌはないわけですね。ないですね、でオホーツク文化の仮面っていうのはこう貼り付け紋って言ってね、うん、細いこう粘土のようなものを貼り付けた文様が特徴的ですね、うん、それから伊別古墳群、こういうふうに古墳がある、そして蕨手塔が出る、うん、まあいろいろな末期の土器も出るとなったらね、これはもうほとんど和文化ですよね、うんうん、で一方の
アイヌの墓ってあの創生って言ったらね、こんな風にしてなるべく浅く埋めてですね、うん、で、死体死人か死神が追っかけてこないように草をね結んで、要するにあの三国志なんかでありますね、はいはい、つま敵が追っかけてくるときつまずいて転ぶように草を結ぶんですよ。そういう風にして帰ってきて家を焼くと、うん、こういうのは全くその母性が引き継がれてない、あの創生というかね、で埋葬を行うっていうことはこれね非常にね重要な文化なんですね、うん、で埋葬一つはお墓を見ると埋葬を行う者の社会の継承と再生の誓いが分かる。それからお墓を見ると信仰儀礼集団の規模とそれから技術が分かる。なるほどね。それから副葬品を見ると今度は交易の範囲と社会的つながりが分かる。ですね、これ大事なポイントですよね。そうです。この遺跡が何どの民族の系統かって分かるときは、うん、文化的に見て一番こう集約されてるのがあの葬式だったり、うん、まあ埋葬だったり墳墓の関係ですね。そうです。あのお墓ですよね、うん、お墓の関係でいうとさ、例えば殺文とかオホーツクとアイヌの文化って全く断絶してるわけですね。そうです。ですから一切引き継がれていません。もっと言うとね、これはね、アイヌ固有の刑罰っていうのなんですよ。花切りの刑ってね、うん、これ婚前交渉、まあ妾になる前もそうですけど、うん、不倫を行った男女に行われるね、うん、こう花切り、それから足切りの刑、これはあの明治31年の記録でも話そがれた男女がいるわけです、うん、それから明治10年門別アイヌ調査でも、関するときは古きは花を切る、俗は耳を切る、しつけは足の筋を切る。このアイヌ資料集にはね、実際にことにで鼻を切られた女と足を切られた男がそのマシケの方にね、逃げていってそこで暮らしてるなんて話もちゃんと調査されてるんですね。ただこの河野元一さんのアイヌ資料集というのは実名で出てますから、うんうんうん、それでこれをの復刻を出した時に提訴されたんですよ。あね、ですからまあ一応無罪に無罪っていうかね、うん、あの勝訴はしましたけども、まあ、厄介な本ではあるんですよね。なるほどね、うん、でまあもちろんご存知のように鼻切り足切り耳切りっていうのはね中国古来の刑罰で、まあ、この刑罰見ただけでもアイヌは大陸から来た証拠であろうと私はそう思ってますね。にあの和文化にはこういうのありません。それからアイヌ社会の身分制度っていうのはこれがまたねすごいんです。酋長とその一族以外は反奴隷の身分です、うん、それから妾、地藩家町、下僕、打たれは売買される。あるいはですね、例えば釈社員はあの鬼菱の打たれ、あの打たれ奴隷をね酒によって叩き殺すわけですよ、うん、そしたら金で解決しちゃう。金でね、うん、金っていうか物でね償いで、うん、で酋長の妾の数十数人から数十人、釈社員は80人以上と、うん、福山皮膚には書いてありますね。それから同族でも家父や一人者で生活困窮者は妾や下僕になるわけです、うん、で江戸幕府は妾の数を3人に制限した。なぜかっていうと酋長が妾をどん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 要するに和人との交易で経済力をつけて一人でたくさん抱えてしまうと若い男女の結婚機会がなくなってアイヌの人口が激減したの。それから明治政府もねそうしようとしたらやっぱりこれ6人までに認めろって話になって、やっぱりアイヌ懐柔策で6人に制限したっていうふうに書いてありますね。まあこれはねまたの国立公文書館のデジタルアーカイブに書いてあるんですけども、まあいちいち訳すのもあれなんで現代語だけ言いますけども、そのこの島のアイヌは人を三端人との交易に使うことをする。要するに人間を売り払うわけね。男女に限らずその部落にいて男やもめや女やもめで親族縁者もなく貧困や妖虐なものを誘って三端人に売り渡した。アイヌ一人の値段は
その強弱によって錦三四冠から六七冠である。もしもそのアイヌが陽弱な場合、または打弱なものは錦の値がないために雑品で取引される場合もあると思う。なるほどね。要するに値段ですよね。値段、こういうね、文化なんですよ。これ三反人ってのは何を指しますか、ね、三反人っていうのは、あの黒竜交渉の、あ、まあ、いわゆる、あのあたりの、まあ、品人っていうかね、そういうものですね。そういう文化なんですよね。これ間宮林蔵が書いてるわけですから、ですね、嘘ではないと思いますよ。で、もっと言うとですね、これあのアイヌの嫁取り結婚なんですけども、まあこれ蝦夷島期間ってね、これも東京国立博物館のデジタル公開画像なんですが、これに説明が、これを東京国立博物館のデジタル画像は説明が切れちゃってんで、別の公開画像から現代語訳します。女は夫に仕えて定説類いないほどである。目の子が常に言うには、夫を常に炉に当たらせておき、帯もゆったりと緩めて人一生を送らせたいと願うその意味は、自分が一生懸命働いて夫には楽をさせたいという意味である。また、夫が妾をたくさん抱えておくことは、妻の手柄であり、嫉妬の心はなく、妻と妾が仲睦まじく仕事を怠けるということがない。そのゆえに、良い妻を持ち、多くの妾を抱えた者は、ついには富豪となる者が多いという、妻の務めと定順は称賛に値するところ。要するにね、妻と妾をたくさん持てば持つほど裕福になる。働かせるから。まあでもそのたくさん持ってる人がですよね、うんうん、だからね、普通はあれですよね、妾なんかね持ったら男はさ、そのために一生懸命稼がなきゃいけないんだけど、アイヌの場合は妾を持つば持つほど男は楽になって裕福になって、うん、またその貯めたお金で、妾を買う、ますます裕福になるというね、まあ面白いですね。で、本当に本当にね、これは嫉妬がなかったかっていうと、ちゃんとね、これも、アイヌの文学っていうのにね、出てました。これは、妾のところへ行ってね、帰ってこない夫を、その子守歌で歌うわけですよ。で、これ、まあ、アイヌ語での専門家ですけども、この人が訳してくれたんですが、何時のお父さんは私のところへは帰らずに、村外れに住む6人の顎の長い見たくなし女、見たくないっていうんですね、見たくなし女のところへ帰ってきて、夜も昼も一緒にごちそうを食べながら大笑いしたり大騒ぎして歌ったり踊ったりする声が盛んに聞こえてくるのです。何時のお父さんは6人の顎長女の父を捕まえようとして、ふんどしをぶらぶら下げ、ふんどしを振り回して毎日ガヤガヤ騒いでいるのですって、こう、そうなんですよね、これがアイヌの子守歌でにあるんですね。だからこれ6人の顎長女って言うんだから、これ6人っていうことは、これ明治時代のあれだと思いますよね。金成重さんかなんかの歌が歌ってたやつですね。そしてこの顎長女っていうのは、おそらく面長な女っていうか、和人の妾でしょう。まあ、そういうふうに、あまり女性としては聞きたくない話かもしれないし、うん、我々が聞いてもちょっと、なんかふんどしぶらぶら下げて振り回しなんてね、聞きたくない。うん、まあ、それで、結局ですね、まあ、こういう文化だったのを、ウポポイで、塗り替えようと、一生懸命してる。アイヌ文化を、まあ、塗り替えようとしてるんですね。で、それで、この、ウポポイ会館の2日前に、あの文科省にですね、ウポポイでアイヌへの差別をどう捉えるか、伝えるか、こういう質問をしているわけですよ。うん、まあ、とにかく、萩生田さんは、うん、そういう差別という言葉でね、一括りにすることが問題ではないかというふうにしたところがですね、もう北海道新聞、連日、差別、差別、差別の、記事を書きまくりましたね。うん。要するに萩生田さんについて西浅いと批判してるんですね。そう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 。うん。
だからアイヌの歴史は和人による差別の歴史だと、これをウポポイでちゃんと展示しなきゃダメだという話ですよ。でね、これもまたね、そういうろくでもない展示をしながらですよ、中学、小中学生をね、もうあまりにも100万人以下目標ですから、で7月17日現在で予約がね6万4600人しかなかった。それで、まあ、小中学校高校で656校道内540道外116校の予約があって、まああるという報告が出ててですね、それで道内の小中学校修学旅行生が大体1年間に8万人いるんですよ、うん、それで、まあ、予約合計が6万4600人ですから、まあ、この時点でほとんどの小中学校は動員されるわけですね。まあ、動員ですね、そうなるとね、うん、本当に。だから9月までの総入場者数が、この間新聞出てましたけど、11万人ですね。だそのうちおそらく8万人と一般客3万人ぐらいしか行ってないということですね。うん、目標100万人。目標100万人。いや、これね、怖いのはね、だから要するに先生がこう危惧してこう書いていただいたね、この北海道で今小中学校で副読本で使って、うん、このアイヌについてもう歪めたい歴史やってると。でももうすでにですね、アイヌ差別反対の施策というのはアイヌ新法に基づいて全ての都道府県市町村の義務であると、そういうふうになって、この次に来るのはですね、人権啓発教育ということでね、絶対にね、アイヌ問題の教育っていうのは全国の、ね、学校の必須の課題になると思うんですよ。そうですね。そうしたときに、じゃあそれを裏打ちして、それが一つのマーケティングで、ウポポイに北海道に行かせようという話にこれつながりかねないですよね。ウポポイに行かせるし、アイヌ協会の人たちが実際に出張費とかね、出張してもらって、ね、全国の小学校、実際に札幌市内の学校とか、うん、道内の学校回ってますからね、うん、実際に、うん、そしてそこでまた踊ったり喋ったりしながらお金が入るという ね、まあ、だから完全に利権事業ですね。差別っていう名前を旗印にしたですね、利権事業ですね。でもそこで派遣された人たちはね、差別自慢するわけですよ、うん、で修学旅行にウポポイを入れろというね、これが北海道教育局からね、教育庁の課長からですね、通達が出てます、うん、で行き先については中学校学習指導要領において現在の北海道などの地域における先住民族である、うん、アイヌについて取り扱うように示されていることも踏まえ、開業を予定しているウポポイを含め道内としてこうなってるんですよ、うん、だからこれに逆らわないですよね。そうですね。だからもう なんかやっぱりこの北海道だけはまず他の日本の地域と区切った違う国になりつつあるって感じですよね、うん、でね、私これはこういうことを旭川市内の教師から、いやこんな通達があって、うん、全員ウポポイ行くんだけど旭川市内は10月になったかな、うん、で私愛別の学校へしてるもんだから、うん、愛別どうだいったら11月の末だって言うんですよ、うん、ちょうどインフルエンザ流行る時期で、かつあの辺りコロナがいっぱい出てますよね。これはダメだよと言って、それでそこをやめさせて道東の方に行かせました、うんうん、まあ、こういうことをもう北海道国ぐるみで始まってるんですね、うん、そうですね。まあちょっとウポポイの中覗いてみますか。それでは、はいはい、これはねもう驚きましたね。実際の大きさの3倍ですから、おそらく本当の地点を溶石にしたらサザンが9倍はあろうかと。これアイヌの地ですか。ええ、アルミサッシでね、これ問題なのはね、この横にある防火設備にすのこ巻いてるんですよ、うん、あ、これですね、うん、つまりね、これ燃えやすいものを防火設備に巻くっていうのはありえないですよね、うん、ところがこれ防火査察やった時には必ずチェック入るはずなんだけど、これがアイヌのところだけは火事が起こらないせいか何か知らんけども見逃されてるんですね。これまあ大体実際のアイヌのこの家の大きさと
あの人の大きさ比べたら分かるように、分かりますね、この程度なんですね。もうまるで嘘です。でこれ今ね、この今建ててる最中だって言うんだけど、アイヌの家っていうのはね、そんな大きなものを建てないんです。屋根は軽くして、なんせこの下側から建て、あの上から屋根から作って最後によいしょと持ち上げますから、大きなものを建たないんですよ、ね、こういう資料が残ってるにもかかわらず、ああいう嘘をへいちゃらでやるわけですね。でこれ中フローリング、あ, ありえないですね。でまあそして綺麗に仕切られたあのいろりがあるんですけども、あこれ冗談抜きでこれ展示なんですか、これ。そうです、これを見ると、いやこれよくあるじゃないですか、そこの部分だけ似せて、まあ、あの要するにお迎えのところでね、イメージから入っていって厳密な展示は奥だよって言うんだけど、これなんかいろいろあるってことはこれ展示ですよね。展示です、まあ、実際ねこれ旭川のあの地勢を見てきたらこんなもんですよ、うん、土間でね、うん、これでもまだちょっと大きいぐらいですね、うん、うん、こういう平茶らでね行われてるということですね。まあまあまだまだとどまらないです。アイヌ語表記どうしたのって言ってね、これ AED の置いてあるんだけど、これはさすがにあの除細動器あのアイヌ語を思いつかなかったみたいですね。でこれ消防のねこの消火器だとか、これ消火栓あの火災報知器ですよね。それからここに消火栓があるけど、みんなこうやって勝手にあのアイヌ語表記してるんだけど、例えばですね、あの薬だってね、まあ、釧路薬、うん、ああいうのだっていわゆる和語からの借用語っていうのがあるわけですよ ね,、はい、すね。だから本当はこういうものも日本だっていっぱいね、うん、あのそれは写真機ってあるかもしれないけど、カメラだとかねテレビジョンとかそういうのを、まあ、テレビ受像機だとかって借用語ありますよね。もう消火栓はこんなわけのわかんない。そうそうそう、だからねこういう借用かえってアイヌ語を冒涜してますよね。そうですね、うん、なんかおかしいですよこれ。でまあ結局こういうね展示物もあの例えば安土桃山時代ギャマンの皿とかね、うん、ルソン壺とか、これじゃあ安土桃山文化って言うかったら言わんですよね。言わないですね攻撃のものをでこれアイヌ文化だとこう言うわけですよね、うん、こうして展示して、まあ、ほとんどあのなんかその安土桃山文化にギャマン の皿をね展示しているようなもんですよ、うん、これねあの使徒器いわゆる女の人の首飾りなんだけど、これねやけに紐新しいなと思って、この開けた穴も新しいなと思ってね、これ調べたらね、ネットオークションで2000円から2500円ぐらいで売ってる。今売ってるんですか？売ってますよ。はあ、これが展示物なんですか？そう。これね、大丈夫かなって。いや、全然大丈夫でないんですけど。もっとひどいの、これ。さっき言ってたけど、この、あの、使徒器のね、この首飾りの下げるやつを、京都の飾り金具屋さんが、この会社ですか？ええ、あの、引き受けました。やったーってなんで、あのネット上に公開してたんですね、ホームページにも。それであのこれを拾ってですね、載せたところがどうも引き出しに隠してあったみたいですね。うもう二度と出せないでしょ、これ何百万払ったか知らないけど、ここまで表に出ちゃったら、ね、ひどい話ですよ。もういよいよこれからね、あのそういう嘘が展示されていることに、まあ、さっきも言いましたけども、これもおくぼの中で開拓市や札幌や小樽周辺の若者36名を、これ若者36名は嬉しいんですよ、うん、少年でないから、うん、東京の開拓市学校に派遣するが病死者が続出する。でこれね病死者は1名なんですよ。1名で続出ですか？続出、あ1名は逃亡ね、うん、外出逃亡か外出後行方不明ですね。でそれから樺太千島交換条約800
41名の強制移住、さっきもありましたけどね、こういうことを平仮名で書いてる。だから病死者続出は嘘ですよね。1名が病死者、行方不明1名です。さっきの同じようにこのカラフトのアイヌについてもこれみんな望んだんですね。で特に熱くこれを保護することとしたらこういうふうになってるわけですね。まあこういうひどいことを展示してるわけです。で、クギアイヌがカラフト付近で元軍と数回にわたり戦う。これね、クギと戦ったのはたった2回で、原神によるとただ追い払われただけですよ、これ、うん、なるほど、うん。まあね、こんなあとはね、蝦夷ヶ島に日の本、唐子、渡り等の3つの集団が住んでいると記した。これはまあこれはいいんですけどね。でその後、ヌルガン都市を置いた民とクイが商工交易をするってね、うん、まるで統一国家みたいじゃないですか。そうですね、いわゆるさ、みんな、あの中国の鎖国体制に、ね、鎖国体制入ってる、入ってるって言うんですからね、うん、まあとてもじゃないけどもこんなことを展示してていいの、いいわけないですね。証拠ないですよね。ないないない、何もないですよね、うん。でまあ商工はね、主に前近代の中国を中心とした貿易の形態ね、うん、中国の皇帝に対して周辺変国の君主が供物を捧げて、これに対して皇帝側は君主であると認めるわけですから、うん、アイヌに君主なんかいなかったわけです。いなかったですよね、うん。まあそういうね、デタラメをやり続けてるわけです、うん。でコシャマイヌラン、ここ私ね思わずね喜んだんです。これ見た時、青年を視察した、青年ね、少年ではなくて ね、 ね。でこれをあの録音したのを送ってくれた親切な方がいましてですね、でそれをテープ起こししたら、なんとですね、あのアイヌシアターでは少年って言ってるんですよ、うん。だから展示してあるものとシアターで言ってあることと違うんです。ずれてるんですね。で、そのシアターは入ってきた子供たち、まず最初にそこに連れてかれるんですよ。まあ、すごいことやってますね。で、今度私があんまりつつくもんだから、これ北海道新聞前日に続いて今度、あの、社説でね、根拠なき、ウポポ違反、根拠なきは認められると、こういう社説を書いたんですね。でまあ、私もね、ムッときたから、根拠ね、たくさん挙げて、先ほどのいろいろね、うん、例えば取材に対して、室長以上が変装するだとか、うん、とてもじゃないけど、まともな国立機関のやることじゃない、こういう個々の、展示だって、嘘ばっかりじゃないかと。うん、まあそういうことを書いて反論しておきましたけどね。その後しこれ同時に社説ですもんね。そう、いやたまらんねもう北海道もね、同心もウポポイの宣伝ものすごく載せてるから、うん、広告一面でね、ああいうのもらっちゃうとダメですね、こうなるんですね、うん。とにかく金でマスコミを牛耳ってますね。でこれがね、まあ、アルフレッド・アドラーっていう人がね、昔からこう、言ってる、まあ、哲学者ですけども、自分たちは差別されて苦しんでいると声高に叫ぶ人たちへ同情、金銭、社会的優遇を与えても、むしろそれは差別自慢、不幸自慢、被害自慢を助長して過保護すぎる状態であっても、彼らの意識としては保護を受けているという劣等感が加わって、その深み、苦悩は深まるんだと。要するに、ちゃんとしたアドバイス、自立するアドバイスをしなさいという。劣等感に対する安易な同情、援助は彼らから向上への努力を奪い、差別自慢、不幸自慢、被害自慢で周囲を沈黙させるという歪んだ優越感へと駆り立てると。こういうことをね、言ってるわけですよ。まあ、そろそろ結論に行きますけどもね。はい、要するに軽蔑を差別と言い換える言葉狩り、うん、文明社会では不道徳や犯罪とされることを平気でしておいて、周囲から軽蔑されると差別だと周囲を攻撃する。アイヌ団体やその取り巻きのやっていることは反差別ではなく、
反道徳運動なんだということです。以上。納得ですね。うん、歴史の事実を全部ですね、塗り替えて、捏造してですね、しかもあらゆるものをね、そういうものを助長するのを、自分たちのお金ではなくてね、国民のお金でやっていくという仕掛けを作る。で、それをますますね、再生産拡大してね、ゆくゆくはですね、もっともっと新たな利権拡大するというところに、この、まあ、一種の方向への方向性が出てる。やっぱこれはだから、本当にでも、ちょっと僕も滑稽だなと思ったのは、説明ができないんですね。そうです説明ができないから、チャンネル桜なんてそんなもう、なんていうか、紳士的にやってますからね、あそこもね、うん、お話を聞きたいと、あなたが分からないんだったら、じゃあ、ちゃんとね、分かる人が監修して出してるんだから、ちゃんとで説明に来てください。いや、誰も出さないと、説明はしないと、取材も受けないと、じゃあ、なんでそうなのか、これやっぱり自分たちが偽りの土台の上に立ってるということを認めたということですよね。まあ、そういうことをやっぱりね、広くね、北海道はもとより全国の方が分かっていただいて、ウポポイというものをね、あえて見るっていうことも含めてね、今の逆差別を作り出した構造っていうかな、考えていかなきゃならないですね。本当今日は先生ありがとうございました。引き続きですね、多分これ討論終わらないと思うんですよ。はい、必ず新たなね、反論をしてくるというか、まあ、大層の反論をしてくるんですけどね。まあ、それとはやっぱり戦わなきゃならないし、私はこう、北海道だけの問題じゃなくてね、全国でこれはね、問題しなきゃいけないと思ってます。反論ね、大いに結構なんですけど、最初は随分来たんですけど、この頃もうみんな、私に負けていってですね。下げて通るんですね。下げて通るんです。いや、でも、働きかけてね、この先生が、こういうご見解をどんどん出していただく、これが、やっぱりいろんな形でね、広まっていくことをね、私とも考えなきゃなりませんので、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。